次世代のホープだったはずの小泉進次郎環境大臣がピンチ新型コロナウイルスの国内での感染拡大の恐れが高まった今週日曜日総理官邸で行われた対策本部の会合を欠席してまで行っていたのは地元後援会の新年会。マスを手にした地元支援者と 笑顔を見せる小泉大臣野党側は小泉大臣が複数のマスにサインしているネット上の写真の存在も指摘新型コロナの対策会合を代理の政務官に任せて新年会を優先させたと激しく追及しましたどういう要件でこの大切な会議を欠席 代理,を代理という対応をされたんですか 2>, 2月の16日私の地元横須賀の講演会の会合への出席をしておりました危機管理上のルールに則っ,った対応ではありますが地元の会合は問題であるとそういったご指摘については真摯に受け止めて反省をしております実は小泉大臣昨日の国会では 講演会の新年会行事に参加していたイエスかノーか宮本先生のおっしゃる通りで、おっしゃる通りと申し上げた通りでありますし、何度質問されても自ら新年会とは口にしなかったのですが、今日は、まあこれを見ると新年会ということでよろしいんですか。お酒も出てますけれどもそういう会ということで <laughs> 本田先生の言う通りです。<laughs> ご自分の口から言ってください。<laughs> 本田先生。 があのお望みになるあの新年会という言葉とと、えー、その場とその場にお酒は出ていたのかということであれば、えー、新年会でありまして、その場にお酒も出ておりました危機管理としては問題はない人の命、健康、これかかってて、他の会議でこういうこと言ってるんじゃないんですよ大臣、失格だということを申し上げたいと思いますさらに野党側は、うん 入管法を所管する森雅子法務大臣も地元の書道展を優先し会議を欠席したと追及しました。 これに関連して新しい情報が入ってきました、はい、萩生田文部科学大臣も小泉環境大臣、森法務大臣と同様16日の政府の対策本部を欠席していたことが分かりました萩生田大臣は衆議院予算委員会で真摯に受け止め緊張感を持って対応すると述べました。